オリンピックが開かれる平昌で一風変わった訓練です。雪の中、上半身裸になって体を動かす男たち。まもなくオリンピックが開かれる韓国の平昌で、韓国軍とアメリカ軍の海兵隊が合同雪上訓練を行っています。マイナス20度まで下がる厳しい環境の克服、戦闘技術の向上などを目的とした訓練は3週間にわたって行われ、およそ440人が参加します。この訓練は2013年から行われ、今回参加した韓国の兵士はオリンピックの警備も務めるということです。